とうございます。今日はランニング9日目ですね。寝坊しましてですね、着替えてすぐ出てきます。目がまだ半開きの状態です。今日も張り切って行ってきます。昨日は朝の5時に出かけたので走らなかったです。今日はあの目覚ましをかけたんですけど、いつ止めたか記憶がなくて、で二度寝しましたね。子供の今日は走んないのって言われて、あやばいと、体は起きてるんですけどまだ頭は覚めてないみたいですね。なんか走ってても寝れるような感じですね。目を閉じると27、8度ありますね。ランニング8日目から走る時間を朝の5時にしようって思って、この近くであの熊が目撃されたということなので、朝の薄暗い時に行動してるそうなんですよね、熊が。だからそれを避けようかなと思って、日差しがかなり強くなってきたので木の多く生えているところを走ります。9日目走り終わりました。眠気もすっきりしまして、今はもう完全に覚めましたね、目が。明日も頑張ります。お盆過ぎてもまだまだ暑いと思いますので、皆様あの体調には十分お気をつけください。滝のような汗が流れています。多分ランニングチャレンジ開始してから今日で9日目なんですけど、今日が一番の暑さだったかなと思います。汗の量も半端なく今思ったんですけど、かなりの汗なんですけど、この上着が T シャツがすごいそんなに濡れてないんですよね。だから多分走りながら乾いてるんだと思いますね。中はかなりのダラダラなんですけど、服自体はそんなにあの見た感じは感じられないかと思います。